お元気ですか？谷村新司です。秋から冬に向かっていく季節、この時期なんとなくみんなどこか人恋しい、そんな瞬間がありますよね。冷たい風のせいなんでしょうか。さあ今日もほっこりと温まるラジテレ、あなたと一緒にゆっくりと始めてまいりましょう。さて今回のテーマは再会です。再び会う再会。あなたは最近素敵な再会しました？今うなずいてらっしゃる方はとっても幸せだなと思いますよね。再会って漠然と今喋ってますけども、定期的に確実に再会できるものの一つとして同窓会というのがあります。もう卒業してから5年目ぐらいの同窓会っていうのはみんなそんなに形変わらなく集まれるんですよね。だからもう、顔を見て形見て、あ、すぐ誰々さんだとか誰々君だってわかる。これがですね、だんだん時が経っていきまして30年ぶりぐらいの同窓会、久しぶりの同窓会とかなってくると、これもすごいことが起きます。先生と生徒が見分けつかなくなってくるんですよね。先生は年相応に老けていかれるんですけども、その頃の生徒たちも、しっかり先生に負けないように年を重ねていくわけなんで、一瞬、先生かなと思ってお辞儀したら、あれ？お前やないかみたいな、そんなシーンも突然現れてきたり、まあ引きこもごもですよね。あの頃胸をときめかせていた人との再会、それって本当に幸せなんだろうかとふと思いますよね。時を止めておいた方がよかったなんてこともあったりするかもしれません、それはお互い様ですけどもね。もう同窓会で現実を改めて、見てしまうという、悲しみっていうのもあるかもわかりませんけども、あの時のまんまアルバムのあそこで止めておけばよかったっていうこともあるかもわかんないし、まあそれを言ってみるかやめとくかっていうのもあなた次第だと思いますが、